こんにちは、バランです。今日はいつも私が作るアクセサリーは透明感のあるものがとても多いので、今回はちょっとこうパステルめなアクセサリーを作ってみたいと思います。私もパステルって聞くとちょっと子供っぽいような感じのイメージがどうしてもあるんですけど、今回はできるだけちょっとこう大人かわいい寄りのパステルの色味を作ってみたいと思います。形はとてもシンプルなのでぜひご覧ください。今日使うものは透明のレジン液。動画の中ではパステル系のブルーとベージュっぽいホワイトの2色を作っていくので、着色剤としてタカラネイルのレジン着色剤ブルー、バイオレット、ブラック、マスタード、ホワイト、この5色を使っていきます。そして今日使うモルドはとってもお世話になっているパーツクラブさんで購入したフレームの枠が取れるモルドです。今回はこの三角以外を使いました。それから半円が取れるモルドを使っていきたいと思います。これは Amazon で購入したものです。型を取ってみると半円とまではいかないんですが、こう球体をパツンと切ったようなモルドです。とてもシンプルな形なのでいろいろと応用が効くかなと思ってます。白を入れただけなんですけど、ちょっとまだ子供っぽい感じなので、ここに紫を足して少し深みを出します。できるだけパステルなんだけど、ちょっと大人っぽい色を作りたいです。これも少しずつ色を出していって、自分でこう好きなところで調節していただくのがいいのかなと思います。もうこの色でも十分綺麗だと思います。でも今回はここに黒をもう若干足していきたいと思います。ほんの少し足すだけで大丈夫です。こうするとさっきのブルーよりもちょっとこう明るさがなくなって、ちょっとこう大人っぽい青になったかなと思います。結構黒を入れるとドキドキするんですけど、いざほんのちょっとだけ入れてみると、こううまい具合に色がくすんでくれるので、私は結構黒は自分の中でこう色を作るときに欠かせない色です。白だけだとちょっとこう可愛すぎてしまうので、ここにパールっぽさを加えるためにほんのちょっとだけ黄色系を入れます。かなりこれ発色がいいので本当にちょっとだけ入れます。でここでさらにブラックをほんの少しだけ入れるとかなり大人っぽくなるので、ブラックを加えます。このブラックやさっきのマスタードは一滴入れるだけでかなり色が変わってしまうので、もうちょっとだけで大丈夫です。これ肉眼で見るとかなり違うんですけど、ちょっと黄色と黒を若干入れるだけでちょっとこうパールっぽさが出るので、今回はこの色味を使っていきたいと思います。
型から出した時に少し表面がザラついてるなっていう時は、この上から少しコーティングをしてあげると綺麗に仕上がると思います。こんな感じでパーツが出来上がりました。今回はあえて2色別の色を作ってみたんですけど、もちろんこんな風に同じ色味同士で合わせてあげても可愛いと思うんですけど、今回はあえてこうパーツを交換してアシンメトリーなピアスにしたいので、こんな感じでつなげていきます。こんな感じで今回のアシンメトリーなデザインのピアスが完成です。で、今回このピアスのポイントは、この色の作り方でかなり出来上がりに差があるかなと感じます。例えばこのパステルのブルー、この色は青に紫と白と少し黒を混ぜてこの色を作りました。試作でいろんなパステルのブルーを作ってみたんですけど、この左側の作ったブルーは白を多めにして黒は入れませんでした。なので、青と紫と多めに白を入れて、ちょっとこう明るい感じのブルーになりました。それから、この色味の他に、一番最初に色味の試作として作ったものがこれです。これは青と白だけで、紫と黒が入ってません。こうやって比べてみると、全然こう色の違いが明らかなんですけど、どうしても色味がちょっとこう子供っぽくなりすぎてしまったのと、ちょっとこう質感的にも色が変わるだけでチープな感じになってしまって、なんかこうおもちゃのようなプラスチックのようなこう質感になってしまうので、色味だけで全然仕上がりが違ってしまったので、もちろん好みがあると思うんですけど、
こうブルーだけでも全然色味が変わってくるので、ぜひ着色剤を少しずつ混ぜてみて、自分の好きな色味のパステル系の色を作っていただけたらいいなと思いました。今回作った色味を紹介すると、これは動画の中で作ったブルー、同じブルーでも少し配色を変えるだけでちょっとこうポップな仕上がりになったブルー。私はこの色あんまり子供らしすぎず可愛らしいブルーになったのでかなり好きです。それからグリーン系でも作りました。これは緑の着色剤に白を入れて、さらに黒をほんの少しだけ入れました。これも上品な感じでかなり気に入ってます。それから明るい暖色系も作ってみたかったので、オレンジでも作ってみました。これもオレンジに白を混ぜたんですけど、ちょっと明るすぎたので少しだけ黒が入ってます。それから色付きをパステルではないものも1個作ってみました。これは透明感のある紫と、動画の中でも作ったんですけど、白に黄色、ブラックを混ぜて、ちょっとこうオフホワイトっぽいような白のスクエアのパーツをつなげてみました。これも結構大人っぽく仕上がったかなと思います。他にもこんな色のパーツを作ってみました。このパールホワイトの着色の仕方も、ちょっと黄色を多めにしたりとか白を多めにしたりとかするだけでかなり色味の差が出たので、自分のお気に入りの色が見つかるまでいろいろ着色をして、あの色を決めました。というわけで、今回は初めてのパステル系のアクセサリーを作ってみました。今まで個人的に夏は透明感のあるピアスが大好きだったんですけど、今回初めてパステル系を作ってみて、意外と可愛らしすぎず、あの私もこうつけやすいようなちょっとこう大人っぽい色味のパステルの色が作れたので、いつも着ているお洋服なんかにも意外と合わせやすかったです。夏は透明感のあるピアスもとっても可愛いんですけど、こういったパステルのちょっといつもとは雰囲気の違ったアクセサリーも気分がガラッと変わったので、たまにはこういうピアスをつけてお出かけしてみたいなと思いました。今回のピアス、形はとってもシンプルなんですけど、着色の仕方をかなり自分の中でこだわって作ってみました。少しでもこの動画がいいなと思ってくださったら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。明日はまた透明感のあるピアスを作ってみたいと思うので、今回とはまたガラッと変わるんですけど、ぜひ明日の動画もご覧ください。最後まで見ていただきありがとうございました。